ザンバ馬ンスチール十字、ライサブロー、ザンバ馬ンは、1929年制作、公開、伊藤大輔監督による日本の長編劇映画である。サイレント映画、剣劇映画である。現存しないフィルムとされてきたが、2002年に、フィルムの一部が発見され、復元された。1929年、松竹キネマ、京都撮影所が、 通常の30倍の制作費をかけ、大ロケーション撮影を観光して制作された大作である。主演の月形龍之介は、独立して経営していた月形プロダクションを同年に、一旦畳み、小畜に入社した第一作であった。監督の伊藤大輔は、この前後の時期は、日活渦マッサ撮影所で活動していたが、この一作ためのみ、小畜で監督することになった。 撮影日誌も伊藤とのコンビを組む唐沢博光が日活からレンタルされている。伊藤のオリジナル脚本による作品である。本作は同年9月20日、浅草の松竹直営の洋画専門館、帝国館をフラッグシップにして公開された。中国地方の小藩を舞台に悪性に苦しむ百姓たちを救うために立ち上がった老人の姿を描いた、当時流行した。 左翼思想の影響を受けた傾向映画の傑作である。カットバックや移動撮影などの技法を駆使し、その斬新な映像表現で高い評価を受け、1929年度のキネマ旬報ベスト10に第6位にランクインされた。また、月形龍之介は役者人生の中で最もお気に入りの一作であると語っている。本作は、 数十年にわたって現存しないフィルムとされていたが、2002年、東京都の映画作家、寺沢圭一が9.5ミリフィルムのダイジェスト版を発見し、東京国立近代美術館、フィルムセンターに寄贈した。フィルムセンターは、オランダのアムステルダムにあるフィルム修復、復元専門のラボに依頼し、同センター初のデジタル復元を行った。現在、同センターが所蔵するのは、 発見されたダイジェスト版から起こした1秒間18コマ26分の35ミリプリントである。同プリントが2003年東京国立美術館フィルムセンターが企画した発掘された映画たち2003で上映された。また2005年には第24回ポルデノーネム製映画祭で松竹創立110周年を記念して組まれた特集の一本として上映された。 ありがとうございます。